死ぬわよ。
言ったでしょ、信用してって。その動きはいただいた。丸腰のやつを撃つのは気が進まない。仕方ない。うわっ、お前と最後の勝負がしたい。いいだろう。お前、名前は？スネークだ。違う、そうじゃない。お互い
蛇と山猫では示しがつかない。俺の名前はアダムスか。お前はジョンだ。わかった、ジョン。ありふれた名前だ。忘れない。来い！楽しかった。また会おう、ジョン。よくやったな、エヴァ。え？ありがとう。
動せよ。聞こえたか？古市と深くかかるの命令だ。直ちに起動せよ。聞こえたか？負傷しろ。了解。ミッションアボート。RTB。見て、ミグが帰っていく。よくやった、スネーク。ミグが引き返していった。フルシチョフの指令だろう。俺たちを助けた。さあな。これ以上ことを大きくしたくないだけかもしれん。あるいは我々に恩を売ったつもりか。だが、君たちが助かったことは確かだ。フルシチョフがついているならおそらく追撃はないだろう。そのままアラスカに向かってくれ。ガレーナ基地へ迎えを行かせる。迎え？ CIA 長官、大統領がラングレーでお待ちだ。寄り道するなよ。これからどうする？ KGB に戻るのか？どうしてほしい？アメリカに戻るつもりは？戻れない。私はこの国を捨てたもん。君はアメリカを救ったんだぞ。あなたとね。それにディナーの約束をした。それも任務？それとも命令？それともあなたのお願い？ああ、それってプロポーズ？誰の命令も聞かないわ。Dance with me again and walk this away.
専門家によると世界最古のスパイは聖書に出てきた蛇らしいわ。確かにエデンの園でイブは蛇に誘惑された。でも今回蛇を誘惑して禁断の果実知恵の実を手に入れたのは私。スネーク、ごめんなさい。私はフルシチョフに送り込まれたスパイではない。 KGB でも元 NSA のスパイでもない。私は中華人民共和国人民解放軍総参謀部第2部のスパイ。全ては嘘。あなたを騙した。ごめんなさい。中国にも賢者たちの残留員がいるの。そうよ、私の任務は大佐が隠していた賢者の遺産を奪うこと。そのために KGB のスパイとして潜り込んだ。1960年に亡命した元 NSA 暗号解読員は本当は二人とも男。本物のアダムは約束の場所に現れなかった。私が彼を始末する必要もなかった。私はエヴァの名を語って潜り込んだ。ソコロフもあなたも大佐までもそれを信じた。賢者の遺産はもともと米中ソ共用のものだった。ソ連やアメリカの独占を許すわけにはいかない。中国政府もその莫大な遺産に注目していた。遺産のマイクロフィルムは手に入れた。それとシャゴホットの核ミサイル発射データもね。5年前ソ連から核兵器の技術供与を停止されて以来、中国の両弾一星原水爆と宇宙ロケットの開発は滞っていた。だけどこれで我が国も核を持てるようになる。米ソに負けない抑止力を手にできる。全てはうまくいった。あなたの協力で。私も残留賢者たちの一人。チャームスクールを卒業した賢者たちの工作員。米中ソ共同出資の施設でスリーパー候補として育てられた。大戦前のことよ。世界中から子供たちが集められていた。だから私はネイティブのアメリカ人と変わらない。あなたや大佐が見抜けなくても仕方がない。あの人は最初から気づいていた。彼女も大戦前まで賢者たちの訓練所で教官をしていたから。ザ・ボスだけは騙せなかった。ザ・ボスは私が偽物だと知っていた。私は彼女から全てを聞いた。なぜ私に打ち明けるのか、その時は分からなかった。でも今なら分かる。スネーク、彼女はあなたに伝えたかったのよ。あなたに伝えるために私が選ばれた。だから私は助けられた。あなたには多くの嘘をついた。でもこれは違う。私が政府から指示された任務は遺産の入手と真相を知っている者を全て始末すること。つまりあなたをも殺さなければならない。
でもそれはできない。あなたと愛し合ったからじゃない、あなたに命を救われたからでもない。あの人との約束を守るため、ザ・ボスとの約束、これだけはあなたに言わなければならない。そしてあなたには生きてもらわなければならない。スネーク、いい。彼女はアメリカの裏切り者ではない。いいえ、彼女はむしろ国のために死んでいった英雄。彼女は全て覚悟の上で任務を遂行した。自己犠牲、それが彼女の務めだった。ザ・ボスを超える称号、君にビッグボスの称号を与える。君は真の愛国者だ。我が軍にもフォックスのような潜入部隊を編成すべきだと思うんだが、彼のような極秘裏に潜入して任務を遂行するソルジャーとエージェントを兼ね備えた。ザ・ボスの亡命はアメリカ政府が仕組んだ偽装亡命だったの。アメリカ政府は賢者の遺産を手に入れるために大きな芝居を打った。その主役がザ・ボス。ボルギン大佐が受け継いだ遺産を手に入れ、同時にシャゴホットを破壊するために仕組んだ。大佐も伝説の英雄であるザ・ボスにだけは気を許す。賢者の遺産の在りかを探るのが彼女の最大の任務。偽装亡命はうまくいった。ただ思いもしない事態が起こった。ボルギン大佐がソコロフ設計局に向けてアメリカの核弾頭を打ち込んだ。アメリカ政府はフルシチョフから潔白を求められた。遺産の奪取という当初の計画を中止することもできない。作戦のシナリオは大きく過失修正させられた。アメリカ政府の潔白を証明するためにザ・ボスは抹殺されなければいけない。自らの政府の手によって公に、そして後々まで記録されなければいけない。それが穏便に済ませる最善の策だと結論された。生還は許されなかった。自決も許されない。あなたに、愛した弟子によって命を絶たれる。それが政府の望んだ遂行されなくてはならない彼女に課せられた任務。あなたに殺されることが彼女に与えられた責務だった。
軍務のために仲間を裁く。常人なら到底耐えられない重荷。彼女は汚名を着せられたまま葬られる。後の世紀まで彼女は語り継がれる。アメリカでは恥知らずの売国奴として、ソ連では核兵器を撃ち込んだ狂人として、表の世界史に犯罪者として永久に記録される。誰にも理解されないまま、それがザ・ボスの最後のミッション。彼女は見事にミッションを全うした。でもあなただけには伝えたかったのだと思う。あなたの記憶の中には残りたかったんだと思う。軍人としてではなく、女として。だけど自分の口から伝えることは禁じられていた。それで私に真実を。歴史には記録されない、誰にも伝えられることのない、あなたの心だけに残す彼女のデブリーフィング。すべては国のため、祖国のため、名誉も命も捧げた。彼女こそ英雄よ。彼女こそ真の
They'll tell you what is yours, but they take グロズニー・グラードもグラーニン設計局も跡形もなく。確かに。ですが必要な犠牲でした。ええ、確かにザ・ボスの処理は CIA の手で、ホワイトハウスも満足しているはずです。フルシチョフはこれで終わりです。次はあなた方の時代。そう、すべての真相を抑えることはアメリカ大統領の首根っこを抑えることにもなります。今後の外交にも切り札が。それでは KGB 局長、また。
私です。ザ・ボスは見事に任務を全うしました。賢者の遺産は無事我々アメリカの手に。この資金があれば、ええ、賢者たちを再開できます。中国側には偽のフィルムをつかませました。今頃中国政府は大慌てでしょう。はい、アメリカ側に戻った資金はまだ半分です。まだ KGB に遺産の一部が。ええ、例の兵器は廃人。そうです、こちらから持ち込んだデイビー・クロケット、グロズニー・グラーグ・モルトン、ええ、それもザ・ボス。それとグラーニンから面白いものを手に入れました。全く新しい核攻撃システムです。いずれ役に立つ日が来るかと。はい、ジョン、いえ、スネークのおかげです。フルシチョフもそう信じています。ええ、我々の嘘、ことを荒立てる様子はありません。第二戦備体制も解除されました。ソ連側も私の正体には気づいていません。私が三重スパイ、トリプルクロスであるとは。引き続き新政権とのコンタクトを続けます。誰も私をアダムだとは気づいていないようです。ええ、それでは CIA 長官。